皆さんこんにちは、島村楽器、福岡イムズ店のドラム講師の山部と申します。今日はですね、ドラマーの方ですね、皆さん必見の、おすすめの基本ストローク、それを紹介したいと思います。それはですね、ダウンとアップです。よくアップダウン奏法なんて言われています。これ結構なかなか難しいので、上手にできないという方も多いんですけども、これができるようになると、例えばですね、表情豊かにドラムを演奏したりとか、もしくはこうよくある、テンポの速い8ビートなんか、そういうのを疲れずに演奏するときとかにも、必須の叩き方なので、ぜひ身につけておきたいものですね。ではちょっとだけ解説しますね。今日は本当触りの程度のレッスンなんですけども、だいたいこう手でこういうふうに両手を合わせてみると動きが分かりやすいんですが、こうやって前にちょっと出しながらですね、よく冗談で刑事さん手錠かけてくださいっていう感じで手をこう開きながら前に出すのと、やっぱやめたって感じで手を引くのとね、こういう動きですね、目の前でこうやってみてもいいんですけど、これをなんか人前でやってると結構変な人に思われてしまうので、自宅でやってください。こういう感じにスティックがついてるっていう感じで、実際には手の甲が上で演奏します。こんな感じの動きですね。ゆっくりやってみますね。はい。これがダウンです。これがアップです。なんとなくこういう動きですよね。アップから入ってダウンに行く、はい、これをもっと実際のセミナーでは詳しく突っ込んで説明いたしますけど、今日はこれをちょっとだけ演奏しています。主にハイハット、これですね、の演奏に使う奏法テクニックなんですね。ダウン、アップ、ダウン、アップ、これいろんな角度で見た方が分かりやすいので、セミナーでは実際にはいろんな角度から見てください。では最後にこれを使って、基本的な8ビートを徐々に速くしていって叩いてみたいと思います。 1, 2, 3, 4。 これをですね、集中的に、レッスンするというセミナーを行いますので、もしよかったら、直接ですね、この福岡イムズ店の方まで、お問い合わせくださればですね、詳細をですね、お伝えいたしますので、その辺で随時ご案内させていただきます。ありがとうございました。ぜひお待ちしております。